どうも皆さん、改めましてこんにちは。大変に連日お疲れ様でございます。内閣府大臣の中塚と申します。もう発災以来、今日至るまで、皆さん方の献身的なご努力にはもう本当に言葉がございません。心より感謝と御礼を申し上げたいと、そういうふうに思っております。その皆さん方のご努力にもかかわらずですね、やはり国民の皆さんが不安に思っていらっしゃる部分というのはなかなかこれ解消しておりませんで、その意味においてですね、政治の役割というものを今痛感をしておるところでございます。起こったことは起こったこととして、原因の究明やまたその他の対策は必要なわけですけれども、この福島第一におきましては、もう簡単に言って早く何とかしなきゃいかんと、いうことだと思います。いろいろ日々お仕事をされていく中にあって、お困りのこと等あると思いますけれども、そういったこともぜひですね、皆さんと共有をしながら、これからも努力をしてまいりたいと、そういうふうに考えております。今日はさっき申し上げました、その政治の役割という意味で、自分自身の目で確かめたいと思いまして、こちらにお伺いをした次第でございます。ぜひですね、皆さん方も、ご健康に留意をされ、お体にお気をつけをいただいて、なお一層ご努力いただきますようにお願いを申し上げ、また共に一生懸命努力させていただくということをお誓いを申し上げまして、ご挨拶させていただきます。どうもお忙しいところお仕事の手を止めまして、本当にありがとうございました。頑張りましょう。どうもありがとうございます。建築を担当しております中村でございますので、よろしくお願いいたします。それではここはですね、原子炉建屋の2階になります。で、今からですね、使用済み燃料プールの入っているプールの底の部分をご案内したいと思います。で、こちらですね、昨年5月、6月、7月の3ヶ月かけてですね、プールの床下の補強をしてございます。これか。それでですね、この見上げていただきますと、プールの床自体はですね、もう健全な状況でございます。これは天井の床なんですか？はい。天井がもうプールの床下と。ああ、なるほど。はい。見ての通り、ほとんど健全な状況でございます。これなんか貼ってあるの？
で、この高さは8メートルございます。で、幅が13メートルなんです。で、奥行きが1メートルから6メートル。これは内側のシェル壁っていう原子の入ってる建物が丸い壁になってますので、普通通り1メートル。これと悪いですか？全部でコンクリート410。あ、そうですか。はい、もうね、1年近く進みますけど、そうですね、はい。ということで、これやったことでですね、一応安全誘導が2割というふうに思うんですよ、はい。まあ、おいしいですか？ちゃんと下に行くのかな。今こう風してるんですよね。